富安武です韓国人選手に肘打ちされて歯が折れちゃいましたはい前歯が折れてですね痛かったですね本当にもう血もね出ちゃってですね痛かったですはいまあその肘打ちした韓国人選手はですねあのイ・ドゥンジュン いう方なんです、ね、まあこの方が僕に返打ちしてですね本当痛かったですはい。まあなんでこういうことをしたのかちょっと分かんないんですね彼ははい僕に何の恨みがあったんですかねはいやっぱ日本人だからそういうふうにしたんですかねまあよく、まあ、サッカーだけに限らずなんですけれど 韓国のスポーツ選手はですね、なんか、なんか日本にあの日本人に対してなんか嫌がらせのようにすることがあるようですね。はいこれじゃあ、日本と韓国,韓国は仲良くできるどころ、できないですね。はい一生できないと思います、これははい、日本人人と韓国人はまあ、中には。 仲のいい日本人と韓国人もいるかもしれないですけど、これはちょっとね、仲良くできないですね。一緒に試合とかもちょっとやると、今後やるとしたら、や,やるとしたら、ちょっと怖くて出たくないですね。はい。あの、富安武洋からでした。